青年市は中華人民共和国青海省の省と、五区からなる市区と二つの県から構成される地球市の一つ、小人民政府は本市の上中区にある。人口205万人、青海省全人口518万人の40%に、あたり、漢族、海族、チベット族、モンゴル族などの民族が住む。現在青年市に住んでいる人は、 近年多少から移住した人が多いため、普通話を話すものが多い。また、チベット語話者も多く住んでいる。製造高原東部辺園、高賀支流、高水流域に位置する。北は、青海省海東市、南は、道海北、チベット族自治州と接する。地域の主要部は、歴史的に、火星回廊の一部分を構成してきた。紀元前121年。 全館の各拒兵将軍が地域に軍事拠点、青年帝を築いたのが始まりである。全館末に再開軍が設置され、午後十六国時代には南領の国都となった。随代に西平、川源の二軍となり、東大後半には都番に占領された。宋大に治む服され、青年衆が設けられたが、後に再び、聖火に占領された。代には府が置かれ、 韓縮省に属している。陽精のチベット分割以後、新朝の支配下に入った大海地方の青海、モンゴル人や、チベット系、モンゴル系の遊牧集団、40族は、この地に配置された青年弁時大臣によって、手のひら下されている。尊化地方は、チベット仏教ゲルク派の周祖、尊カ派の生誕地で、5、この地に、クンブムチャンパーリンジが建立され、モンゴル、 チベットからの巡礼者、修行像が集い、チベット六大僧院の一つとして繁栄した。ダライラマ14世の出生地としても知られる。五四家つ一県、一時地県を管轄する。欠片の気候区分では、ステップ気候に属し、標高2275メートルに位置する高原都市のため、夏涼しく、冬は非常に寒い。1月の平均気温はマイナス6.5度。 7月の平均気温は17.7度、ネオ平均気温は6.7度、年間降水量は373.8ミ、mm、リメートルで、ある。高速道路道路鉄道都市鉄道航空。ありがとうございます。